こんにちは。ですね、何を書いてるんでしょうあかっていうあこれね、私130円、汚いけど、この黒ダーマトグラフ三菱、こういうものですね、書いてますね。ぐーっとこう始まりましたけども、何を書いてるんでしょうかっていうとですね、もう言っちゃいますっていうか、ですね、動物なんですけどね、動物のですね、知ってます皆さん、これね、この角がグーンとあるやつですね、セーブルアンテロープ、セーブルアンテロープという鹿みたいなですね、鹿みたいな感じですね、これね、動物ですね。これはですね、角のある草食動物でして、ちょっと読みますね、これね。ちょっと資料を私、写真見て書いてるんですよ。セーブルアンテロープに追いつける肉食動物は、大人のライオンくらいしかいないだろう。めちゃくちゃ速いんですよ。彼らは長い距離を猛スピードで走ることができ、危険が迫ると戦うよりも逃げることの方が多い。長くて尖った角と丈夫な皮膚で、ほとんどの外敵から身を守ることができるというのに。でですね、これはですね、 Discovering Wildlife、素晴らしき野生の王国ビジュアルデータファイルっていう、資料から私読んでおりまして、まあこんな角があるのに、あるのにですね、逃げる、いいですね、逃げたいんでしょう。逃げることで、まあ戦わずして逃げることが、もう作戦だと、まあそういうことでしょう。でも多分ですね、逃げないで戦ったとしたらですね、めちゃくちゃ強いということになりますよね。まあそれで、あとですね、どんどん数が減っていて、まあなんて言うんでしょう、絶滅危惧種みたいな、絶滅寸前種となっているというふうに書いてますね。この資料もですね、ちょっと古いもんですからね、もうちょっと絶滅してるかもしれない、ちょっと分かりません、適当なことは言いませんけども、セーブルアンテロープは水を飲んだり草を食べたりしている時でさえ、いつでも駆け出して、危険から逃れることができるのである、ね、とにかく逃げるんですね。私もね、走るといえばですね、高校時代の陸上部やってましたね。陸上部 のキャプテンでしたよ。小学校の時はですね、なんと柔道部のまた部長でした。まあ部員もですね、柔道部の小学校の時はですね、なんだろ、456かな、ちょっと忘れましたけどね、そのぐらいやってましたけども、部員がね10人もいないかな、いなかったかな、まあその中の部長ですからね、もう弱くて、でも私がですよ、私が弱くてもなんか大会とか出たら、寝技が嫌ですってね、私ね、立ち技が好きなんですけど、もう倒されて、私そんな大きくないですからね、子供の時、小学校の時でも本当にちっちゃかったですからね、細くてね、だからもう声だけは出なかったですよ、ね、えいって言いましたけどね、声出すのはね好きでしたけどね、もう寝技持っていかれて、もう落ちつぶされてね、抑え込みされて、もう苦しくてね、もう泣きましたよ、ね、もう大会で泣くぐらい、泣いちゃうぐらいの部長でしたよ。まあそれより高校の時の陸上部はですね、中学校の時は卓球部、幽霊部員でしたよ。でね、高校の時はね、陸上部の部長をやってましたね、短距離のですね、100m、200m、400m やってましたね、本当ね、もう本当に遅かったですよ。遅いですけどね、まあなんか部長やってね、キャプテンやってね、みんなでね、本当に楽しかった思い出がありますけども、この今 D って書いてあるでしょ、これね、セーブルアンテロープなんですよ、名前を書こうとしたんですけど、なんか前のページのですね、コビトマングースっていうその字を見ちゃって、ディディディって書いてあるから、どうしようって、もう迷っちゃってですね、コビトマングースっていうのはドワーフマングースって言うんですね、その ドワーフの D を書いちゃったんですよ。だこれどうしよう、 S にはできないんでね、もう無理やりこの小川に変えました。どうですか、小川健一の、私の名前の小川の O に変えましたよ、 D を。これ本当にね、焦りました、どうしようかな、これ S ね、もう D だからって、 D
で、このもうセーブルアンテロープっていうところで D 出てないんですよ。だからね、まあ、で、まあ、お名前をですね、セーブルアンテロープのお名前を、この動物のお名前は角に這わせて書きました。いやー、このね、O、いや D 書いた時はね、ほんと焦りましたよ。オーガー、無理やりオーガーワに持ってった時は本当にね、いやーもうヒヤヒヤもんでしたよ。ではまた、さよなら、ありがとうございます。